簡単で早く痩せる腸活ダイエット法をあなたにお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、あなたにでもすぐにできる腸活ダイエット法がわかるんですね。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せることができるんです。ぜひ最後までご覧くださいね。具体的な方法をお伝えしてまいります。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが継続的にリバウンドせずに健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますととても嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと、この腸活ダイエットの具体的な取り組む方法の動画4本をプレゼントしております。ぜひご活用ください。それでは早速本題に入ってまいりましょう。それではここから1つ目の項目、なぜこの腸活ダイエットに取り組むと簡単で早く痩せることができるのかっていう、その理由についてお伝えしますね。まずそもそもなぜ太ってしまっているのかという原因なんですが、心当たりありますよね。もう誰もそう、私もそうです。食べ過ぎなんです。要するに摂取したカロリーよりも消費するカロリーが少なければ確実に太ってしまうわけなんですよね、まあ、これはもう大前提。プラスあなたの腸内環境が悪いままですと代謝が落ちてしまって痩せ菌が増やすこともなくですね、どんどん太る体質にこうなってしまう、そういう負のスパイラルへと入ってしまうわけなんですよね。過去の私もそうでした。そこで結局その食べ過ぎてしまったことによって腸が炎症を起こしますね。そうすると腸がその食べたものを消化吸収する、まあ、臓器なわけですから、そこがうまくいかないとなるとあなたは食べているのにもかかわらず栄養不足になってしまうんです。なぜかというと腸がもうヘッドヘッドでですね、もうこれ以上働けませんみたいな状態なわけですから、うまく吸収できていないわけなんですよね。そうすると栄養不足になった体というのはビタミンやミネラルなどが吸収できなくなってしまうわけですから、ホルモンバランスを崩していくんですよね。そうするとあなたの体重をコントロールしているホルモンであったり味覚を正常にして正しいものを正しい量を食べる、そういったその味覚も麻痺してしまいますから、もうどんどん例えば甘いものがやめられない、止まらないっていうその状態になってしまうわけなんですよね。ここ非常に困った状態なわけです。そういった状態を根本的に改善するためには、私が冒頭でお伝えしました通り腸活ダイエットを取り組むことがもう一番の近道になるんですね。その具体的な方法をお伝えしてまいります。それではここから2つ目の項目に入ります。一体その痩せ体質を手に入れるためには何をすればよいのでしょうかということで、今回はその腸活ダイエットについてなんですけれども、ポイントはこちら、オートファジーです。耳にされた方、または初耳だという方もねいらっしゃると思うんですけれども、痩せ体質を手に入れるためにはこのオートファジーという機能をあなたのお体の中でですね最大限に生かしてあげることになるんですよね。それが結果、まあ、腸活にもつながって痩せ体質を手に入れることができるというお話になるんです。でこのオートファジーとはね何でしょうかということなんですけれども、この機能はですね空腹時に働く機能になります。なので食べている時やお腹いっぱいの時はですね働かないわけなんですよね。でこれは約食事が終わってから16時間経った以降に働く機能なんです。ですのでいかがでしょうか、16時間の空腹時間ってあなたは実際取れていらっしゃいますか。これはですね、まあ、後ほど後から詳しくね、どうやったらその空腹時間を作ってオートファジーを働かせて痩せることができるのかってお話は最後の項目にしますけれども、ここではこのオートファジーの素晴らしいダイエット効果について、もうぜひこれをですね頭に入れておかれると、そうだなって、もう絶対これ味方につけた方がいい、得だってねお分かりになると思いますので、ちょっとここからぜひしっかり聞いていただきたいと思います。これはですね簡単に言いますと、あなたのお体の中で行われるリサイクルショップになるわけですね。リサイクルです。リサイクルしてくれる。で何をリサイクルしてくれるのかと言いますと、古い細胞をですね材料にして新たなですねタンパク質を作ってくれて、新しい細胞に作り変えてくれる働きなわけですよね。なので例えて言いますと、例えばそうですね、あなたの
ご自宅に、まあ、いらないお洋服、まあ、古着があったとしますよね。その古着をかき集めて新しい服にリメイクする、まあ、そんな働きになるわけです。それがお体で例えると古い細胞をかき集めて、もうとにかくあれとあらゆるところがですね、タンパク質の元となるものをごっそりかき集めてくれるわけですよね。もう大掃除です。古いものをガーバーッとですね集めてくれる大掃除をして、しかもそれを捨てるのではなくてですね、使って新たなタンパク質源としてですね、綺麗な細胞、若返った細胞をどんどん作ってくれるということになるんです。なのでいかがでしょうか。例えばタンパク質を取らなくちゃって、痩せるためにはもちろんタンパク質って必要なんですよね。なので食べますよね、私たちタンパク質を食事から摂取しますけれども、摂取する以上に実は空腹時間を作ることで、あなたのもともと体の中に溜まっているいらなくなったタンパク質を使って新たにリメイクし、リサイクルをして体内にタンパク質を作ってくれるという、外から取る必要がなくなるっていうことなんですよね。ただしそうするためには、食べてたらダメなんですよ。いや、もちろん食べるんですよ、食べる、外から食べるんだけれども、それ以上にですね、タンパク質を作る機能がもともと私たち持ってたんだっていうことなんですよね。すごいですよね、本当ね、人間の体ってすごいなって。ですから例えば数日間、食べなくても私たちはね、生きていられるわけですよ。なぜかというと、食べていない間に体内のいらないタンパク質を使ってタンパク質を作ってくれるから、リサイクルするので、そもそもあるんです。なので、いろんな事件があるときに、例えば行方不明になった方が1週間後に見つかったとかあるじゃないですか。そういったのはやはり、なんで生きていられるかって、やっぱそこなんですよね。そこも大きいわけです。もちろん栄養のバランスは悪いんですけれども、そういうことがやはり機能として持っている私たちなんですよね。でしたらいかがですか。このリサイクル使った方が得じゃないですかということになるわけですよね。結果、その細胞が若返れば代謝も上がるわけですから、ますます私たちは痩せ体質になることができる。しかも腸を一気に休ませることができますので、これは味方につけないと損ですよね。例えば臓器はですね、心臓は置いといてですよ、心臓がね、文句言い出して休まれたら困るわけですよ、私たち。例えばもうね、この方生きて生まれてですね、もう1分1秒たりとも私休んでないって心臓が言い出してですよ、ちょっと10分でもいいから休ませてって言われたらどうですか。死んでしまいますよね。なので心臓を休ませることはできませんが、腸は休ませてあげることができます、意図的に。それは先ほどからお伝えしております、このオートファジーの機能を使って、とにかく1日のうちに何とかして16時間ものを食べない時間を意図的に作ってあげることで、腸が一気にですね、そのお休みをもらえるわけですよね。あなたもいかがですか。もう毎日毎日ね、もう仕事に家事に子育てにこう頑張ってたとして、ちょっと一日、例えばいいよって、例えばパートナーの方とかご主人がですよ、ちょっとね、半日休んでおいでよとか言われたら嬉しくないですか。もう家事は俺がしとくからって、やったありがとうですよね、行ってきますみたいな、そんな状態をやっぱ時々もらうと嬉しいですし、何よりもその気持ちがこうリセットできて、さらに頑張れたりしませんか。私そうなんですよね。もうずっと何かこう詰めて頑張っていたことのちょっとした隙間時間にふっと休むって大事ですよね。休んだことで仕事のパフォーマンスも上がり、体調もまたアップしてですよ、もっと結果頑張れるといいますか、楽しめる力ってチャージできるじゃないですか。それと同じで腸にだってですね、長期休暇がいるわけです。で、この長期休暇というのは、私が別動画でお伝えしておりますファスティング7日間とか、3日間断食するっていう方法もあるので、ご興味がある方は私の経験談を踏まえたその動画を別にご覧ください。それはそれで腸の、例えばゴールデンウィークですかね、7日間9日間もらうような、あんな私たちの状態を腸に与えてあげる長期休暇になるんですけれども、今回のこのお話、
とにかく簡単で早く結果を出すっていうには、あなたがこの痩せ体質を手に入れるその習慣化させる方法を最後3番目でお伝えしますので、楽しみにお待ちください。というわけでポイントは、いかに空腹時間を上手に日頃から作る習慣をあなたが作ることができるかどうかということになります。でその方法が、まあ、私らの別動画でも簡単にはお伝えしているんですけれども、このプチファスティングは有効なんです。よく、まあ、いろんな今の書籍にも出てますよね。あの空腹こそ最高の薬とか、あのいろいろなそういったその先生方がですね、まあ、書籍も出しなさってますが、私もねよく読むんですけれども、その、まあ、原理に基づいて私が腸活の専門家の観点からあなたに今すぐできる具体的な方法をお伝えしていきますね。でポイントはプチファスティングです。空腹時間を最低16時間作ること。ただし日中の16時間の空腹時間って難しいですよね。活動してますし、食べますし、飲みますし、そういったことではなくって、あなたの睡眠時間を上手に使って、その前後の時間を足してプラストータル16時間作ってしまいましょうというお話なんです。でだいたい空腹時間10時間以上経ってから、やっとあなたのですね溜めてきたその脂肪を燃焼させることができるんですよね。逆に言えば、こう常にちょこ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 お口に運び、こうこまめに分けて召し上がってしまう方っていうのは、常に空腹時間がないわけですから太ってしまうんですよね。ですからポイントは、まずはその脂肪燃焼効果を出したいってことであれば、最低でもやっぱり10時間以上経たないと燃えないですよ。10時間以上経たないうちから食べてしまうと、外からエネルギーが入ってくるわけですから、食べた脂肪をエネルギーとして体がさあ燃やすぞってね、スイッチが入らないですよね。スイッチオンにならなければ、何でもそうですよね。車もそう、ボタン一つのエンジンをかける、あの洗濯機とかでもそうですよね。ボタンを押すからこそ動くわけですよ。そのボタンを押す、そもそものそのきっかけをもともとお持ちじゃなければ、いつまでたっても脂肪は燃えません。なぜかというと、燃やす必要がないからです。だって外からエネルギー入ってくるじゃないってね、あの賢いわけですよ、貯めますってね。でもあの貯金はしたいですけど、脂肪の貯金はいらないですよね。だったらですね、やっぱり10時間以上空腹時間を作ることが、まあ、ポイント、取っかかりとしてはですね。ただし先ほどのこのオートファジーを働かせて、そもそもあなたが食べなくっても体内の、まあ、ゴミと言ったらねいけないんでしょうか、要はそのいらなくなった不要な古くなった細胞のタンパク質源をこうかき集めてくれる作業は16時間経たないとしてくれないわけですよね。働いてくれない、常に働くわけじゃないんですよ。これがですね、まあ、残念なところですよね。常に働いてくれたらねいいんですけど、働いてくれない。働かせるためにはスイッチオンのボタン、それのきっかけは16時間の空腹でしたから、ここで細胞を生まれ変わらせて、もともと体内にあるタンパク質をリサイクルして、さらにタンパク質をそこで取る、食べなくてもタンパク質を取ることができるっていう状態を作るのがこのプチファスティングなんですよね。これを聞くと安心ですよね。だってあのよく聞かれるんです、先生食べなかったらその栄養不足になったりとか、タンパク質なんか特に筋肉が落ちるじゃないですか、だからねこの食べないって不安なんですっていう質問をよく受けるんですけれども、大丈夫です。あなたが目標の体重に落とすまではですよ、エネルギーはそんなに外から取らなくても、そもそも溜め込んだ脂肪がエネルギーなんですから。例えば5キロ太ってらっしゃる方は5キロ分のエネルギーの脂肪を持ってるわけです。10キロなら10キロの脂肪を今もう体内に持ってらっしゃるわけですから、それを使い果たさない限りですよ、そんなに外から目いっぱい食べる必要はないですよね。その代わり量であったり質であったりバランスは大事なんですよ。なので私は別動画で腸活に必要な食材を、こういうものをこんな風に置き換えたらいいですよっていうのもたくさんお伝えしていますから、今すぐあなたも別動画チェックしていただいて、痩せる食材トップ3とかですねたくさん出してますから、なるほどこういうのを食べたら痩せるんだなっていうのがお分かりになると思います。なので今すぐ取り組んでみてくださいね。ということで、もともと5キロ10キロ20キロ太ってらっしゃる方は、そもそもあなたは体内にその材料を持ってますから大丈夫、心配しなくて大丈夫ですから、その貯めたエネルギーをまずは使い果たしましょうということなんですよね。そうしないといくら経ってもなかなか痩せることができないということになります。なので細胞が生まれ変わる16時間以上をなんとかですね、毎日です、
あなたの落としたい体重の数値が大きければ大きいほど、もうこのプチファスティングをですね、習慣化させる必要があるんですね。で、できますよ、できないって、ね、思わなくていいんです。できますから、私もしてますし、できないできないっておっしゃった方がですね、私のクライアントの方でも、先生なんか案外できたって、そんなに、まあ、ちょっとお腹すくけど、少し時間経ったら別にお腹すかないんですねって。でお腹すいたら水分を取っていただいたりですね、痩せるお茶を飲んだりお水取ったりでいいんですよ。そういった状態をうまく使えばあなたもできますから、ここからいよいよ具体的なその方法、あなたがプチファスティングを習慣化できるコツをお伝えしますので、ぜひ最後までご覧くださいね。はい、ではいよいよここから3つ目の項目、どのように取り組めば簡単で早く痩せることができて、結果健康的で綺麗にいられるのかっていう、その方法をお伝えします。ぜひあなたの日頃の習慣化にお役立てください。まずですよ、いきなり16時間空腹を毎日作るってハードル高いじゃないですか。私も最初そうだったんですよね。できるかなとかね、思うんです。今では私はもう1日2食なのでできているんですけれども、ここまで来るのにやっぱりこうステップがあるわけですよね。なのでまずあなたが初めてこんなことしたことないっていう方であれば、あなたのお休みの日をうまく使えばいいんですよ。例えばあなたが、月曜日から金曜日お仕事をされていて、土日がお休みとか、まあ、土日がお休みじゃない方もそのどこかお休みってきますよね。そのお休みの日を上手に使ってまずはしてみましょうということです。まあ、このお話で言えば、例えば、まあ、よくあるパターンでお話分かりやすくお伝えしたいので、月曜日から金曜日お仕事をフルにされていて、土日がお休みですという方のパターンでちょっと例えてお話ししていきたいと思います。例えばもう一生懸命ですよ、月曜日から金曜日までもう子育てに家事に仕事も頑張った疲れたってね。でそんな金曜の夜ってちょっとこう気が緩むじゃないですか。でちょっと食べ過ぎてしまうとかあると思うんですよね。そして、まあ、ちょっと自己嫌悪に陥りながらやっと休めるみたいな感じで、まあ、土曜日の朝を迎えたとしましょうね。その時はですね、土曜日の朝とお昼はまあ普通に召し上がっていただいて良いです。まあ、ただしここでは私が別動画でお伝えしております、その腸活フードで対応してくだされば丸。そして土曜日の夕飯をもう夕方の6時に食べてしまいましょう。ちょっと早めに食べますって食べ終わっていただいて、で翌朝日曜日になりますよね。もう日曜日はもうゆっくり寝ましょう。もう寝ちゃう、早く起きなくていいです。もう思いっきり寝てしまいましょう。その代わりですね、朝ごはんはもう食べないですよ、寝る代わりですね。そしてその日の朝遅く起きたお昼ごはんを11時以降、できればここで12時とか1時とか2時とか遅ければ遅いほどいいです。なぜかというと、遅く食べれば食べるほどあなたは先ほどの16時間以上の空腹時間を意図的に作ることができるからなんですよね。まとめますと、夕方6時に食べてから翌朝の昼食まで食べるの、ここだけできっかりと16時間も空いてます。なので丸なんですよね。ただし先ほどお伝えしたオートファジーは16時間以上経った時からずっと働いてくれるわけですから、ここを味方につけないわけにはいかないと思いませんか。せっかく開けたらもうちょっと頑張って14、18時ですね、もう少しここの昼食を12時、1時とか2時とかにねしてしまえば良いんです。でこれがまず取っかかりですよね。これがもう一つのパターンで、もう一つのパターンはですね、パターン2に移りますけれども、月金頑張って働きました、よしよし頑張ったって、まあ、自分のですねご褒美に、まあ、美味しいものを食べたとしましょう。そして土曜日はですね、朝ごはんを抜きます。もうゆっくり寝るんです。もう金曜の夜寝たら翌日土曜日の朝はもうね仕事もないし、例えばお子様がいらっしゃるようであれば、まあ、学校もないし朝早く見送ることもないっていうパターンの方であれば、朝を抜いちゃうってことですよね。で土曜日ゆっくり起きてきたら、お昼ご飯をまあ1時ごろご家族と召し上がってもいいと思うんですよね。そして土曜日の夕飯はお休みします。そして日曜の朝、もうここでですね、例えば土曜日の朝1時に食べ終わります、夕食を抜きます、翌朝になったらもう5時からはもうこれちゃんとですね睡眠時間を味方につけていますから、一気に空腹時間が作れてますよね。なのでお早い方はですね、朝5時から食べてしまったとしても、ここでもちゃんと16時間空けることが
ができるんですよね。そしてもしくはもう朝5時から食べなくてもいいですよ先生という方はですね、もうこの日もゆっくり寝ましょう。寝ちゃいます。またね、翌日月曜日から頑張らないといけないんですよ。なのでここでしっかりセットするためにもういいかなって、まあ、ここでもしおできになる方は朝も抜いちゃってください。そしてお昼食べてもいいんですけれども、さすがに朝起きてお腹空いたなということであれば朝8時以降から食べ出されるとさらに16時間以上空きますので、この2つのパターンでまずはチャレンジしてみてください。楽しくお母さんの変化やそのご自分の体型の変化を楽しみながら、まずは毎週末このパターンで行っていくということ。 できればですね、例えばあなたが夜遅く帰ってきても疲れ果てたと、でもお腹は空いてるんだけど疲れたなっていう時こそこの夜のプチファスティングされるといいですよ。その時はね、ついついこうストレスで食べてしまいたくなるのはすごくわかるんですけども、そこで食べてしまうとせっかく取り組んできていらっしゃることが水の泡になりますし、結局また太ってしまいますよね。そこをふっとですね、もう食べることをお休みすると結果疲れた体がですね一気に回復することができるんですよね。翌朝すっきりリセットすることができるんですよ。なぜかというと先ほどお伝えしたこのオートファジーが働いてくれますし、寝てる間にその体の痛んだところをですね修復する酵素が出ますから、夜いっぱい食べてしまうとそれをこう消化する方に酵素を使ってしまって、代謝する修復してくれる方のその酵素の量がもうないわけですよね。食べちゃうと、食べてしまうことでかえって疲れてしまうっていうその悪循環になってしまうんですね。なのでしっかり食べる時間っていうのはやっぱりお昼です。朝起きてから7時間から8時間経ったその時間に食べるのが一番太らないんですよね。同じものをたとえ食べてても食べる時間帯で太る太らないが確実に変わってしまうんです。なので食べてもいい、腸活メニュー食べてもいいんですけれども、朝起きてから7、8時間も経ったそのゴールデンタイムにガツッと食べられると一番いいです。それを同じメニューを朝食べたり夜食べたりされると全然太り方が変わってきますから、どうせ食べるならですね一番太らない痩せる時間帯食べた方がいいと思いませんか。だって食べる量一緒ですよ、食べる内容も一緒、ただ時間帯を変えただけでそれだけの効果が出るっていいと思いませんか。なのでお昼その時間食べたお食事の内容を夜食べてしまうと約20倍も太るって言われるくらい時間帯も大事ですし、空腹時間も大事ですから、あなたはこういったことを今もうしっかりと頭に入っていらっしゃって、もうどうやったら痩せることができるのかという方法ももうご存知ですので、ぜひ今私がお伝えしたこの方法を使って上手にまずは週末だけのプチファスティング16時間断食を楽しみながら取り組んでみてくださいね。そうすれば空腹時間も作ることができて、しっかりまた寝ることもできます。睡眠時間を確保することでますます腸が休まって痩せ体質にあなた生まれ変わることができるんですよ。さあいかがだったでしょうか。今回この動画ではオートファジーについて、その役割とダイエット効果、そして今すぐできる簡単週末プチファスティングの方法をお伝えしました。ぜひあなたのペースで取り組んでみてくださいね。私もあなたと同じようにこのプチファスティングですね毎日しております。おかげでこの体型もキープできてますし、もう何よりもあなたの前でですね、こうして笑顔でお伝えできていることに本当に感謝なんですよ。あなたも必ずおできになりますから大丈夫です。また何かご質問ありましたら LINE ご登録後、私まで直接ご相談くださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。